Hello， 大家好，我是阿伦，继续玩《数码宝贝大冒险》的。这一次呢，就要过那个主线的追击，向日本前进，为追击吸血魔兽一行人再一次潜入的城堡。果然，那扇大门。さあ、ゲート急ごう。あ。好的，走吧。Thank you.
太一、カードを並べて。え、俺でいいのか？太一、僕はお前に任せる。なんだよ急に。無責任で言ってるわけじゃないぞ。とにかく太一を信じる。俺も。こういう時はリーダーに従おう。おいおい、いつから俺がリーダーになったんだよ。お前がいなくなった途端、俺たちはバラバラになった。そんな俺たちを、お前はまた集めてくれたじゃないか。そんなこと、どうでもいい！ミミちゃん。なんとかして！お家に帰して！私今まで言ってたけど、もう、わがまま言わない！そうね。私たちが変わらないと、何も変わらないわ。だから僕は仲間を信じるんだ。みんな、タケルもそう思うだろう。うん。もし違う世界に行ったってみんな一緒なんでしょ。だったら僕怖くなんてない。そうだな、小四郎君は。あ、はい、僕は前から太一さんを信じてます。やってよ太一。わかった。ん、これは。どうした？カードを置く場所に何か文字が書いてある。きっと選ぶべきカードのヒントです。以前に発見したものと同じですね。パソコンで翻訳してみましょう。あ、頼む。最初の一文はこうです。ウイルス種にして成長期たるものを示せ。ウイルス種で成長期、病毒种，然后又在疫苗那个成长期嘛。病毒骨加兽是谁啊？骨加兽是不是怪花王兽？不是，应该是加之兽。次だ、小四郎。はい、二番目のヒントです。データ種にして成熟期たるものを示せ。资料种展示型。今度はデータ種で成熟期。それ。资料，然后那个成熟，应该是 E 跟三吧，单单说是完全体了。资料，我看一下啊，专利兽。それでは三番目の文章です。ワクチン種にして完全体たるものを示せ。疫苗种完全体。ワクチン種で完全体。これは完全体啊，应该是安德鲁兽。よし、小四郎、最後のヒントだ。まだ翻訳中です。もう少し時間を。そうはさせねえ。なんだあいつは。バンデモン様の城を荒らす者は生かしちゃおけねえ。蜘蛛兽先进化完全体验。哇，打雷龙！打雷！不，还好，应该是打雷。ガルダモン！覚悟しなさい！わよ！お願い！ポイズンアイビー！ドメモン！请你是椰子。ココナッツパンチ！哎，没打中。哦，变脸图。一般血。残念。赢了，挂在这。天鹰之爪。覚悟しなさい。搞定。こっちは片付いたぞ。な、何？大変だよ。城が崩れ始めたよ。大地、もう時間がないわ。急いで。あ、分かってる。翻訳完了。还有啊。疫苗成长期。Thank you.
悪モンとゴマモンカードが2枚ある。それはどうするの？大地アグモンよし決めた。アグモンのカードだ。開け頼む。開いて開いてく。やったー。あ、どうしました？大地さん、アグモンのカードと間違ってゴマモンのカードを置いちまった。結果オーライですよ。このことはみんなには秘密な。はい。さあみんな扉に飛び込め。俺たちも行くぞ。所以跟马上让咱卡成对了吗？ここは日本？この祠、キャンプ場だ。僕たち戻れたんだ。やったー！でもデジモンは？ソーラー！おかえり！ただいま！なあ、もうバンデモンは動き出してるんだよな。そうだ、光が丘だ。きっと8人目はそこにいる。奴らより先に探し出して助けるんだ。这个他一进入大门的时候，我发现了这个获得了肉。所以终于回到日本了吗？好，在这个时段就到这边为止，谢谢大家，拜拜。